ヘイロー、ファーストストライクは、ハローシリーズを題材として、エリック・ニールンドによって執筆された小説である。出版されたのは2003年。日本語翻訳版は2012年7月に発売。この小説は、同じ作者の、ハロー、ザ・フォール・オブ・リーチ、そして、ウィリアム・シー・ディーツの、ヘイロー、ザ・フラッドに続く、シリーズノベライズの3作目にあたる作品である。 前作のヘイロー・ザ・フラッドがヘイロー・コンバットエボルブをノベライズしているのに対し、本作はその後の話、つまり初代ヘイローとヘイロー2の中間点にあたる作品となっている。惑星リーチはアンスクにとっての軍事拠点であり、また絶対に地球には接近していけないというコールギテーションもあるため、実質上人類最後の取り出となっていた。 惑星の軌道上には MAC ガンが多数配備され、リーチの地上にもサポート施設が多数存在した。惑星リーチでの戦闘が始まると、遺伝子操作によって強化された。スパルタン部隊はそれらの施設の防衛任務に就くも、コブナンと艦隊の攻撃によりそれらは芝叩く間に壊滅。スパルタンのジョン117をはじめ、生き残った者は、 海軍情報司令部へと退却を余儀なくされる。そこで彼らは、スパルタンプロジェクトの主要人物である、キャサリン・エリザベス・ハルゼー博士に再会。スパルタンの母とも言えるハルゼー博士との再会も、束の間、コブナント軍は地上に展開して、人類の残党狩りを開始した。ハルゼー博士ほか、スパルタン部隊は地下へと逃走する過程で、謎のメガリスを発見するが、 そこでもコブナントの追撃はやむことはなく、結果的に、ハルゼー・博士らは、スパルタン部隊のため殿となって、通路を封鎖したのであった。西暦2552年、アルファ・ヘイローの戦いを終えた、マスターチーフとコルタナは、ロングソード戦闘機で宇宙をさまよっていた。アルファ・ヘイローの破壊に成功し、無事に脱出したとはいえ、このロングソード戦闘機には、 戦艦オータムのような長距離ワープ攻報をする装置は積んでおらず、なす術がなかったのであった。戦艦オータムが、アルファ、ヘイローに不時着してから3日後、マスターチーフラのロングソードは破壊されたハローの破片の上で遭難する、ペリーカンドロップシップを発見する。そこにはフラッドに寄生され死亡したはずのジョンソン、軍曹が登場していた。 他にもハーバーソン中尉とポラスキー・ジュミ、ロックリア誤調・ゴチそしてスパルタン2のリンダ -58 が冷凍状態で登場していた。フラッドに襲われ死亡したはずのジョンソン軍曹であったが、本人曰く、俺の魅力は奴等の好みではなかったとのこと。実際は、軍曹の神経系に何らかの異常があったため、帰省できなかったらしく、また、 コルタナによるスキャンでも規制は確認されなかった。その後、彼らはコブナイト艦隊の生き残りを発見する。分析の結果、それは機関のアセンダントジャスティス号と判明。もしこの艦をハイジャックできれば惑星リーチへ戻ることができるかもしれない。その可能性にかけた一同は突入作戦を立案、実行に移すのであった。具体的な内容は、 まず、オートパイロットのペリカンをアセンダントジャスティスにおとりとして接近させ、迎撃のためにセラフ戦闘機がハンガーから発艦した隙に解放されたハンガーに向けてマスターチーフラの乗ったロングソードが強行着陸を試みるというものであった。チーフラは苦闘の末アセンダントジャスティスのハイジャックに成功。コントロールを掌握し、一度は スリップスペース工法を用いて、惑星、リーチの救援に舞い戻る。そこで、チーフラは、多数の生存者の捜索をはじめ、ウィコットコーム中将、ハルゼイ博士、そしてスパルタン2のフレッド104、ウィルレ0ンさんの救助に成功する。その後、コブナントが地球を目指していることが判明し、それを警告するために、地球へ戻ることとなる。一方、 コブナントの聖なると、ハイチャリティでは、コブナントの指導者である、真実の予言者と新規加入したブルート族の代表、タルタロスが、異端者の処罰について、抗論を行っていた。この、異端者と呼ばれるエリート族は、かつてのコブナント艦隊の艦隊司令官であり、アルファ、ヘイローの戦いで指揮を取った歴戦の勇士であった。だが、コブナントにとって、聖なるリングである、 ヘイローを失ったばかりか、機関アセンダントジャスティスまで失った。彼に、死刑は目前に迫っていた。ありがとうございます。